では肩こりについてのツボをご紹介します。まず代表的なところは合谷といって、この手のひらの甲ですね、手の甲のところの親指と人差し指のたどっていったちょっと谷のようになっているへこみがあります。ここにお灸をしていただくと肩こりがスッと楽になります。結構万能のツボです。そして人によれば肘の方がいい人もいます。この肘の線がこっち側に出てくるんですけど、ここの端っこにペタッとつけます。ここも肩こりによく、肩こりをよくほぐしてくれるツボになります。そしてそれでもちょっとダメだなっていう時はもう直接肩に貼ってしまってもいいです。一番触って硬くて痛いところにペタッと貼ってください。ただ火がついているので危ないので、服はちょっと半分脱いでやってみてください。取る時もちゃんとちょっと冷めてから、確認してから取るようにしてください。やけどしないようにだけ気をつけてください。以上で肩こりのツボの説明を終わります。